はい、皆さんこんにちは。プロボウラーのガクトです。いやー、クワタカップ終わりましたね。クワタカップ完走なんですけど、まあその前にね、行く前の意気込みの動画もね撮ったんでね、先にねその終わる前のテンションが上がってる僕たちの、表情見ていただければなと思います。そんでね、最後にね感想をちょっとだけ伝えれたらなと思います。それではご覧ください。願いてないもん。はい、運転手の角度プロ。はい、僕ね、調子はいかがですか？あの、起きた時はねすごく調子良かったです。お、あのテンション高くてね、はい、あの今日はもう1000点ぐらい、4ゲームで。お、前半4ゲーム先手。打とうと思ってたんですけど。6ゲーム先手と違う違う、6ゲーム先手はこの前と、この前や。あの、4ゲームぐらい。4ゲーム先手に出たらいいなって思ってたんですけど、はいはい、なんとじゃんけん負けて運転させられてるんですね。おー、はい、もうこれちょっとやばいっす。まあ、運は残しとくっていう感じですね。あ、確かに。大会にね。あ、じゃんけんで運は、ま、置いといて、はい、ボーリングで運ストライクが出るように、はい、あの運は置いとくと。あ、OK です、はい。今日の格闘プロのボーリングは運で決まると。そうです。運しないですね。運がなかったら全部200チョロや。チョロ。ああ、なるほど。運があったら23から24個。お、いいですね。で、ちょっと頑張って1000。お、はい。じゃあぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい。はい、水本プロ。おはようございます。調子はどうですか？おはようございます。すごく眠いです。眠い。すごく眠い。何時起きたんですか？ 6 時です。お、今は6時前。7時前ですね。はい。起きて間もないですね。もう今日はとりあえずノーミスでいきます。お、全ゲームノーミスで。全ゲームノーミスで。お、点数は何点目標ですか？点数は210点。刻む、ね。210アベですね。はい、210アベ、じゃあ予選通過はどう思いますか？ちょっと厳しそうですね。いや、厳しそうですよね。じゃあもっといかなあかんですね。もっといきましょう。はい。じゃあ230を刻んで。はい。もうちょっとドーン行きたいですね。ドーン行きたい。そうですね。はい。じゃあ頑張りましょうね。頑張ります。はい、お願いします。はい、小林はね、今日は、もう僕も先手狙いたいなと思ってますけども、まあそんな簡単にね、先手は出ないと思いますんでね、とりあえずね、まあ4ゲーム、前半4ゲーム、後半4ゲームありますんで、まあ前半と後半両方ともね、まあ900点以上は最低でも打てるようにちょっとね頑張っていきたいと思いますんでね、ぜひ皆さん、あのランクシーカーとかでもね、あの試合速報見れますんで、ぜひぜひそういうのを見ながらですね、応援していただけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ頑張ってきます。はい、いかがだったでしょうか？いやー、終わるまではね、もう投げ始めるまでは何点出すぞとか1000点打つぞとかね、結構ね大きなこと言ってたんですけど、結果ね、まあ2人の成績はこれで、僕もね、そうですね、前半の4ゲームが850点ぐらいやったかな。この850点っていう時点でもう予選通過に50ピンぐらい足らなかったんですね。で、まあ僕どっちかというと後半の方が得意なんで、ちょっと内に入ってね、あの絞れる感じになった時がチャンスかなと思ってたんで、ね、後半なんとかなるかなと思ってたんですけど、後半もねポケットには行くんですよ。ポケットにはポケット外すことはまあないぐらいポケットには行くんですよ。まあみんな打ってるから結構楽なレーンなんですけど、10番が飛ばないんですよ。飛ばしに行こうと思うと7番とか4番とかそんな感じで、もうずっと220点とか10点とか、まあよく出て230点なんですよね。もうね、それじゃあね、20ピン30ピン1ゲームに対して足んないんですよね。もう予選通過が220何本アベとか228ぐらいのアベレージがないとダメなんですね。あの8ゲームでプラス200点が予選通過だったんで、あの200チョロじゃ全然足んないんですよね。はい、結局ね、僕8ゲームでアベレージが218点やったかな。
ぐらいなんですね。プラス150点ぐらいやったと思うんですよ。50点ぐらい足らなかったんで、まあ1ゲームに、ね、分けちゃうと1ゲームでだいたい7点とか8点とかかな、足らなかったんで、いやちょっとね悔しいですね。結局プロボウラー部門の73位だったかな、73位でしたね。いやー難しかった。そう、ピンを飛ばすのが難しかったですね。でね、小林プロもね、水本プロもね、いいところまで行くんですけど、まあ僕も一緒でね、あの小林プロに関しては一次予選は通ったんですけど、二次予選で、まあ、思うように点数が出なくて、まあ、二次予選落ちだったんですね。で水本プロは一次予選ちょっと足んなくて一次予選落ち、僕と一緒ですね。でね、実はね僕たち、プロボウラー3人と今回ね、僕のところで投げてるねアマチュアさん1人出てたんですね。一緒に行ってたんですよ。そのアマチュアさんがね、アマチュアさん部門で一次予選も通って二次予選も通って準決勝まで投げてたんですね。確かアマチュア部門総合11位だったかな、ね、11位やったと思うんですよ。中島雄介、まだ22、3歳やったと思うんですけど、サムレスでいい球投げるんですけど、まだねちょっとボーリング始めて2年ぐらいやったと思うんで、ボールをこれにしたらいいとかそういうのがねやっぱいまいちまだ分かってなくて、二次予選でね、カットラインの準決勝進出のカットラインの1個下か2個下ぐらいにいたんですよ。でね、僕と水本プロは一次予選で終わっちゃってるんで、まあ、小林プロの応援してたんですけど、ちょっと小林プロも最点数がちょっと間に合わないなっていう感じのところまで来てしまったんで、中島雄介くんをねちょっと見に行こうと、ちょっとギリギリやったんで行こうってなって行ったんですよ。そしてねちょっと投げてるボールがね、ポケットには行くんですけどちょっとねピンアクションが物足りなかったんで、まあちょっとボールを走るポリッシュしたボールに変えるようにね指示したんですよ。あ、指示するのはプロボウラーはダメですけどアマチュアボウラーはいいんで、ボールを変えるようにねちょっと言ったんですね。そしたらですよ、まあまあそれのおかげかどうかは分かんないですけど、なんと1フレーム目から9フレームまで全部ストライクで、ナインコールされてましたね。まあそれでねもう二次予選通過が決まったんで、東京ポートボールの準決勝の方にね進出したんですよ。でトータル総合が11位やったかな。まあ通ったのは通ったですけど、上位3人とは結構な点数が空いてたんで、まあ厳しいかなっていうぐらいやったんですけど、まあね頑張ってましたよ。一番僕らの中ではね順位が上だったんで、とまあねこんな感じで、まあちょっと僕のクワタカップは73位で終わっちゃったんで、そうですねもう悔しくてね、もう帰ってきてすぐ練習してたんですけど、次はね関西オープンが神戸の六甲ボールさんで3月の半ばぐらいやったかなありますんで、そちらの方に向けて頑張っていきたいなと思います。六甲ボールさんはね、まあ、プロテスト時代からねすごく僕点数が出て好きなんですね。なんでちょっといいところまで行けたらなと思っております。それではね、今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。